的にはまだ活性の高い時期、真冬の玄関期のセット釣りまで至るまでの間のセット釣りのポイントですね、この辺りについて紹介していきたいと思います。アングラーはマルキューフィールドテスター綿貫正義さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあ早速、はい、餌打ちの方スタートしてください、はい、じゃあ第一投いきます、はい。先ほどまでね、ちょっと実際に実調の方をやっていただいたんですけども、やはりその活性が高いということで、はい、ちょっとねこう魚のコントロールが難しい状況というのをつかめてるわけなんですけども、この時期のですね、浅田なメーターのうどんセット、はい、ポイントですね、綿貫さん流のこの攻略法、この辺をちょっとまず紹介していただきたいんですけど、そうですね、やっぱり基本は馴染ませる、はい、これはもう絶対だと思います。シイノキさんなんか特に魚が濃くて大きい池なんで、自分はこのなじませやすいよりトップの若干細めの浮き、自分はこれを愛用というか、これをとりあえず打ち始めとしてこれを使ってます。なんかこうなじませるって言いますと、こうしっかりしたバラ毛を抱えさせるために、なんかこう太いトップの方が良さそうな感じがするんですけど、綿貫さん的にこの細いトップを使う理由っていうのは、やっぱりどうしても太いトップだと無理くり、やっぱりなじませるようになっちゃうんで、それだったら自然になじませられるように細いトップ、で自分はとりあえず椎木さんの場合は細いトップから打ち始めます。いわゆるそのなじませると一言に言っても、単純にその力任せにこう一気に入れるんではなくて、こう自然な状態で棚に入れやすくするための細めのそうですね、ということですね、はい、どうしても無理くり例えばなじませようとして餌を粘らしたりなんかすると、椎木さんだと当たらないケースが多いんですよね、それなんで自然になじませやすいようにとりあえず細いトップから打ち始めるようにはしてます、もちろんこういうアプローチっていうのは、ここだけではなくて、他のいろんな釣り場でも同様に通用する、共通のポイントではあるわけですね。そうですね、やっぱりまだ結構浮きが動く時期なんで、やっぱり、無理くり釣るよりはとりあえず簡単でもないんですけど、とりあえずやりやすい方から、打ち始めてますね、実際に打ち始めの状態のバラ毛餌、ちょっとね、先もこう触らせてもらったんですけども、非常にこうソフトで、こう、表現的に言うと、しっかりしたというよりは甘めのバラ毛ですよね。そうですね。その甘めのバラ毛を無理くりじゃなく、自然になじませられるように、先ほど見ましたけど、やっぱりこれ細めのトップから打ち始めてます。今これ魚がまだ寄っていない状態ですと、割合この静かにトップが馴染んで、沈没ギリギリぐらいのところまで行ったところですぐ抜けてくるっていうような感じですね。そうですね、でもさすがシノキさんですね、もう魚が寄ってきて、寄ってきた感じしますね、まあ、スートなんですけどね、実際にこのいきなりねこう魚が寄って浮き動き始めるっていうケースも多々あると思うんですけど、まずこの釣り始めの時点でこの注意するところ、特にこの餌付けなんですけど、この綿貫さんの餌付けをですねちょっと見せていただきたいんですけども、どんな感じで、自分は両団子の時もセットの時もそうなんですけど、自分は下から、下から餌を挟み込む、針を挟み込みをして地元のところを、抑え方を調整します、それは当然魚の量が増えればしっかり抑えるし、まだ寄りが悪いにしたらちょっと甘めっていうか、ね、すごいですね、ほんとするところだけでもう、いきなり来てますね、でもいる割にはまだそんなに下に当たってないんですよね、これは。これはやっぱりこの水面のところに、魚は寄ってるんですけど、実際の棚、ね、棚にまだ落ちてることですよね、そんな感じなんですね、
実際こういうケース、特にこの表層にはすぐ寄るけれども棚にはなかなか寄らないっていうことってよくあると思うんですけど、この時点でこういきなり当たってきましたね。上張りですけど、でもこの時期の上張りは全然自分としては OK です、うん、やっぱりこんだけ暖かい時期なんで上張りくことは全然 OK ですね、うん、自分的には。上張りを食うからといって無理にこう早めに抜いたりとかは特にしない、うん、しないですね、あくまでもメインは下張りを食わせることなんで、上張りはおまけと思ってくれないでいいんじゃないかね。これを無理くり上張りを食わそうとすると、やっぱりどうしてもばらけない餌になってるのに、うん、そういうことになっちまうと、そう今度当たりをもらえない状態になっちまうんで、うん、あくまでも上張りはおまけぐらいの感じ。棚にその魚をこうしっかり寄せる、まあ、コツといいますかポイント、渡辺さんが一番こう心がけているところはどういったところでしょう。そうですね、やっぱりばらける餌をうまく棚に入れるってところですかね、うん、で例えば、その上にたくさんいるからといって、こう要は途中でのこうばらけをこう抑えた、例えばタッチでありそういう素材を使った元餌であり、でまたこの餌付けもかなりこうしっかりして、一切ばらけないけども棚に届いたところでばらけさせるっていう感じがいいのか、うん、それともやはりこう上からこうばらけさせながらある程度時間をかけてこうじっくり棚に寄せた方がいいのか。やっぱり上から少しずつばらけながらやっぱり棚で、うん、に届けるって方が、うん、シイノキさんなんかは特にいいような気がします、うん、棚に届けようとしてそれこそ粘る素材なんかを入れて詰めればいいですけど、うん、シイノキさんなんかはそうすると当たりをもらえないってことは結構多いんですよね、うん、じゃあ逆を言えば、そういうしっかり粘らせた餌でも釣れる釣り場もあるっていうことですね。その辺はもう釣り場に合わせて。そうですね、でもどちらかというとそういう餌で釣れる池の方が簡単には釣れるかもしれないですね、まあ、棚は作りやすいっていうことですね。で実際のところそういう、まあ、棚に寄せる、まあ、言葉で言えばね、まあ、それだけのことになってしまうかもしれないんですけども、実際やってみるとなかなか難しいですよね。でそういう部分で今回バラケーサの一つポイントになると思うんですけども、サナギパワー今回使われてますよね、この餌のその使い方といいますか、そういう試合でのこうメリットっていうのはやっぱりサナギといっても粒系のサナギですか、それが入っているやっぱり下へという入っていくんで、それで自分なんかやっぱりセットの時はサナギパワーを使うことが多いですね、まあ、高い火星の高いヘラに上でこう例えばアタックされてもそうですね、棚にちゃんと寄ってくる、いわゆる集魚性の部分で非常にサナギの効果が生かせるというところですね。今なんかいいタイミングで取れましたね、やっぱ釣るときは早いですよね、やっぱり間延びしないで当たるみたいな。やはりこの浮きがただでさえよく動くまだ時期なので、カラツンをこうきれいになくすっていうことは難しいですよね。もうこれは、無理だと思います逆にカラツンが出てる方がいいと思います、一番いけないパターンはカラツンまでいかない、結局当たりをもらえないでカラキリっていうのが一番悪い状態だと思うんで、まあ、釣れないまでも最後はしっかりこう当たらせて終わらせると、
多分シイノキさんで釣れない人って多分そっちのパターン多いと思うんですよ。当たればでいかないでヌーヌーで終わりとか、うん、やはりそれはまあセッティングも含めてやっぱり餌の特にバラ系のコントロールがうまくいってないと思いますよね、今のはかなりソフトな当たりですね。そうですね、ちょっと小さめですけど、うん、でも地合い的には今ちょっといい感じですよね、うん、とりあえず当たりで終わってその中で釣れるって感じ、うんうん、そうですね、今、うん、ほぼ毎回当たって、まあ、そのうち 3,4 頭に1枚、うん、まあ、釣れてくるっていう感じですけど、うん、これで もうおそらく時間あたり10枚のペースになってますね。死ぬ気さんで言うと10枚ってのはひょっとしたら 10kg いっちゃうこともありますからね、うん、そうですね、うん、これが突然壊れるんですよね、なんか、うん、午前中も確かにそういう状況ありましたね。ありましたね、うん、突然当たりが出なくなって出たと思ってもまたから積んで、うん、もうそれこそ15分20分あら、口がありましたもんね。ノーフィッシュの打ち方もありましたもんね、うん、実際に1日トータルでこうコンスタントに釣るためにはやっぱりそういう時間帯をいかに少なくするかってやっぱり大事だと思うんですけど、これはちょっとバラけど抜けても早かったですよね、うんうん、例えばこういう、まあ、浮きの動きが出た時の次の一投、渡辺さんは今何を考えて、ちょっとあの地元の抑え方をもうちょっと強くしようかなとは思ってます、うんうん、もう今使われてる餌はこう打ち始めとそうほとんど変わってないですよね。ボールの中の餌をそのまま使っている状態ですもんね。これなんか餌が甘くて入んなかったわけじゃないですよね、うん、逆にちょっとしっかり目つけた分の何ですか、固形チックでもないですけど、うん、しっかりつけた分魚に乗っかっちゃって餌が持たなかったみたいですよね、うん、まあ渡辺さんはしっかりっておっしゃってますけど、はい、横で見てる分には形も、はい、あれも何も変わらないってことをほとんどわからないレベルですね、はい、それが魚にはこうバレてしまうわけですから。そうですよね、うん、いかにやっぱりこの、ね、餌合わせがデリケートかっていうのがわかると思いますけど、まあ、逆を言えばそのぐらいこう気を使って微調整をしてあげないと、はい、なかなか釣ることが難しいということですね。最近のセットはそういうことですよね、うん、ちょっと当たり小さめでしたけど、うん、まあ、ああいう当たりの取り方も織り交ぜながらですね。そうですね、うん、やっぱ死ぬ気とかあと選球眼ってのも大事ですよね、うん
自分の中で、うん、今の当たりかなと思う時多々あるんですけどね、うんうん、ね、なかなかこう頻繁に当たりが出ているときであればね、そうそうですね、選ぶっていうことも、余裕もね出るでしょうけども、当たりが少ないときになかなかそこをやりきるのは難しいんですね。でもそういうとき悪循環になったときあるんですよね。それこそたまにしか当たらないものでいきなり一つ出で合わせちゃって仕掛けのトラブルになっちゃったりとか、うん、せっかく寄った中に散らすこともあるし。綺麗に当たってきました、ね、今のは良かったですね、うん、ちょっと納得って感じだったんですけどいい当たりでした、いい当たりでした、やはり大きいヘラをこう ほぼ1日同じペースで釣り続くっていうのはこのなかなか難しいと思うんですけども、やっぱりしっかりでもこの浮きを入れて棚でばらけさせるっていうことを繰り返していれば、そうですね、必ずそのいい波にこう当たった時ね、そうですね、あの壊れた時の何ですか、あの修復が早いというか、早いし、パタパタっとまた 2,3 枚 ね、短時間にこう釣り込んで、まあ、それを1時間平均にしてみれば、そうですね、あのコンスタントに釣れてるっていうことにもなるんで。でもね、大会とかなんかなんといけない、それからね、なかなか考えない時があるんですけど ね、どうしても、うん、つい焦ってしまうんで。本当に間延びするとあったんですね。今のは良かったじゃないですか。自分でもちょっと納得って感じですよ。やっぱりちょっとバラケのタッチが、ね、もう全然当たるタイミングと当たらない時と、実際釣れた時のバラケとそんな極端には違わないですよね。そうですね、さっきちょっと締まりすぎたかなと思って手水打ったらもう今度は入んなくて、当たりがもらえないので、モーテーさんちょっと足してちょい片面ぐらいでしたね、もういきなり当たりましたもんね、本当にバラケのタッチ一つで、釣れる釣れない、当たらないがはっきりしちゃいますからね。だからそれを考えると釣れる人釣れない人の差っていうのはごくごくわずかなところっていうことですよね。本当そうですね、だからみんな例えば同じバラケを使ってもやっぱ釣れる人と釣れない人の差が出るんじゃないですかね、
そういう意味ではやっぱりこの失敗しないそのセット用のバラケとして今日あの渡辺さん使われているブレンドっていうのは基本的にはどれもこの縦系のバラケの餌ですよね。うん、もう魚をちゃんとコントロールでき、しかも食わせの方に誘導できると。そうですね。まあ、はい、今日はたまたまかもしれないですけど、うん、この時期のセットにしては良かったんじゃないかと自分では思いますけどね。うんうん、じゃあ最後にこの釣りをちょっとこうまとめていただいて。そうですね、これからが本格シーズンのだと思うんですよね、うん、メーターセットっていうのは。やっぱりまだちょっと動く時期なんですけど、やっぱり唐津に負けない、まあとりあえず一番さあの最低条件、とりあえず当たりをもらうってことがこの釣りの最低条件じゃないかと思うんですけどね、うん、まあこれからそれこそ本格シーズンなんで、ぜひやってみてください。うん、以上です。ありがとうございました。